皆さんこんにちは、プロッパラです。今日は尾道市に来ています。今日は尾道都線で尾道水道を渡り、向島へ向かいたいと思います。よろしくお願いします。尾道から向島へ向かう都線は3航路ありますが、今回はこの地図の一番右の航路に乗船します。大人100円、子供50円と安めの設定になっています。それでは早速乗船していきたいと思います。座席のスペースもわずかにありますが、先に別のお客さんがいたので立って乗船することとします。立っている方が眺めも満喫できそうですしね。島に到着しました。この航路は3航路の中で一番尾道大橋に近い航路なので、尾道大橋がよく見えます。この航路は朝6時から夜10時まで運行しており、時刻表もこんなざっくりとした感じになっています。この動画はこれで以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いします。